グレン・フォードはアメリカ合衆国の俳優。カナダ・ケベック州出身。息子は同じく俳優のピーター・フォード。1916年にカナダ・ケベック州、サント・クリスティーヌ・ドベルニュで生まれる。父親のニュートン・フォードは鉄道会社の重役でカナダの初代及び第三代首相ジョン・エイ・マクドナルドの甥いである。また先祖には第八代。 アメリカ合衆国大統領マーティン・バンビュー・レンがいる。8歳の時に家族でサンタモニカに移住し、1939年にアメリカの市民権を取得。高校在学中に演劇に興味を持ち、卒業後に劇団に所属し、演技の道に入る。1939年により、コロンビア映画に所属し映画に出演し始めると、父親の故郷カナダグレンフォードから取って、 グレンフォードと名乗るようになる。しかし、第二次世界大戦勃発に伴い、1942年にアメリカ海兵隊予備役に、志願、1943年に現役勤務となるが、生涯の持病となる消化機械を患い、出生しないまま1944年に、傷病を除退した。なお年には、 海軍予備員に志願し、俳優業と兼ねる形で1970年まで、勤めている。1946年、リタ・ヘイワースと共演した映画、ギルダで、一躍有名となり、その後も、暴力教室、スーパーマンなど数多くの作品に出演した。1956年3月31日に、MGM 映画、8月15夜の茶屋の撮影のためと、 1969年8月に観光旅行で来日している。1961年のポケットいっぱいの幸福でゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞した。1992年には第二次世界大戦での働きに対しレジオンドヌール君賞を受賞している。私生活では4度の結婚歴があるほか、ジョーン・クルフォード、ブリジット・バルドー、ホープラング、 デビー・レイノルズ、ダイナ・ショア、リタ・ヘイワースなど様々な女優らとの恋愛関係が知られている。2006年8月30日、90歳没。ありがとうございます。